こんにちは、インターン生の辺美です。第7回目の今回はデフォーマーの追加2という内容で紹介を行っていきます。前回の第6回目では2種類あるデフォーマーのうちの回転デフォーマーについて紹介しました。第7回ではワープデフォーマーについて紹介していきます。前回紹介した通り、デフォーマーはアートメッシュを入れることでそれに動きをつけることができます。ワープデフォーマーは中にあるアートメッシュを変形させて動きをつけることができるデフォーマーです。ここでは紙とリボンに揺れの動きがつくようにワープデフォーマーを設定していきます。まず紙の揺れの動きをつけていきます。今回の紙のパーツは前髪と横髪、後ろ髪の3つに分けられており、最初は前髪から動きをつけていきます。選択するパラメーターは髪揺れ前という名前のパラメーターです。前回と同様に前髪の揺れの動きをつけるため、前髪以外のパーツには鍵をかけておきます。前髪のアートメッシュを選択した状態で、画面の上の方にあるワープデフォーマーの作成を選びます。回転デフォーマーの作成時のようにワープデフォーマーを作成というダイアログが出てきます。こちらですね。任意の名前を付け、挿入先のパーツと追加先を選びます。名前は前髪の揺れにしておきます。挿入先のパーツは前髪にし、追加先は選択オブジェクトの親に設定を選択します。ここまでは前回と同じ流れです。ワープデフォーマーでは前回の内容に加え、ベジエの分割数と変換の分割数というこちらの下のところに新たな項目が生まれます。今回はベジエの分割数を 2×2、 変換の分割数を 5×5 にしておきます。このように設定ができたら、下の作成を選択してワープデフォーマーを作ります。ワープデフォーマーは四角いデフォーマーを変形することで中のアートメッシュの変形を行うことができます。パラメータ設定はパラメータ編集の時と同じように設定します。画面の上にある編集レベルという部分は今回はレベル2にしておきます。パラメータでは最初に紙の位置と左右に揺れた状態の位置の3点分のキーを設定します。揺れの動きをつけるためのデフォーマーの変形についてはデフォーマーのこちらの下の部分を動かすことで揺れの動きがつけられます。デフォーマーの下の部分を横に動かして左右それぞれに揺れた状態に変形させます。こちら今左に動かしたものです。こちらは右に動かした状態になります。これで前髪の動きはできました。このように横と後ろの髪も動かしていきます。こちら横の髪になります。こちらは胸部の部分などを非表示の状態で分かりやすくしたので今非表示になっています。こちらは後ろの髪です。前髪と後ろの髪は前髪よりも少し大きく動きをつけました。こちら両方とも左右行っています。
ちらですね。リボンの動きについても同様のやり方で行います。こちらも左右両方に動かしています。これで揺れの動きを設定することができました。以上がデフォーマーの追加2の内容になります。よろしければ作業の参考にしてみてください。次回はアニメーション制作1という内容で紹介を行っていきます。次回もよろしくお願いいたします。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。